içinde o Vico. バラモンの前貸しの術を使う甲賀忍者ですよ。まるで化け物だぜ、やつは。ああ、甲賀の仲間でさえも気味悪がって近寄らねえとか。夢次郎は確か安政の大獄の時に井伊の命令で学者狩りをしていますよ。まあどうせ誰かの差し金だろうな。お嬢、そいつは誰を狙っていた？高杉晋作。